はいどうも、ひくもんです。この間食べて衝撃を受けたこの大西のカレーセット、 Amazon で大量買いしちゃいました。まとめ買いにより1個あたり431円になりました。この値段で買えるといいですね。ただ同じような保存食でさらに値段を下げることも可能です。そこで選ばれたのがこの江崎グリコの常備用カレー職人3食パックです。3食パックだと1食あたり85円です。そんでもってこちらの白米、こちらはこちらと同じ大西の白米です。こちらは287円なもんで、これとこれ合わせて計372円。まとめ買いの価格より約59円安くなることになります。この組み合わせでね、372円はすごいお得です。こっちもね、温めずに食べられる上にね、5年美味しい保存食なんです。保存期間的にはこちらと同じです。ただ一つ断っておきたいのが、大西のカレーセットはより広く食べられるようにアレルギー対策がされていることです。緊急時にね、アレルギーで食べられないことになったら残念ですからね。ここに書かれてます、アレルギー物質28品目不使用です。こっちのグリコのカレーに使われているアレルギー物質を見ると、小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンだそうです。鶏肉も豚肉もダメかと思ったんですよね。そしたらこっちのカレーライスセットの方、なんと鶏肉も豚肉はもちろん牛肉も使われてませんでした。牛肉ぐらい入ってるのかと思いました。あの美味しさだから。すごいっすね。まあ、ちなみに前回あっさりスルーしちゃったんですけど、使用されてないのはエビ、カニ、小麦、そば、卵、乳成分、落花生、くるみ、アーモンド、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、カシューナッツ、キウイ、牛肉、ごま、鮭、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、松茸、もも、山芋、りんご、ゼラチン。すごいっすね。本当はね、こっちをおすすめしたいです。広く一般ね、供給するんだったらこっちの方がいいですけどね。まあ、家庭内でね、アレルギーを把握しててね、安くあげたい場合はね、その方がいいんでね。だから今回ね、安くできる方法を考えてみました。それがまあこちらなんですけどね。なもんで今回はとりあえず最高なんですけど置いておきます。で、使うのはこれとこれだけです。とてもシンプル。あと使うのは熱湯ですね。あとスプーンもないと困ります。あとこれ3個パックなんでちょっとでかいですけどね、1パックにすればさらにスリムになります。こんな感じです。ちょっとパッケージを見てみます。温めずに食べられるカレー職人中辛、1袋あたり 170g。 大西の方のルーは野菜カレー 180g、 10g 多いです。なんといってもね、温めずにそのままご飯をかけてお召し上がりください。といってもね、普通のレトルトカレーも温めずに食べられるようなんですけどね、まあ、さらにね、冷めたままでも食べられるように特化してるんでしょう。その違いはね、ちょっと分かんないですけど。原材料名を見てみます。じゃがいも、人参、成形豚肉、トウモロコシ油、小麦粉、砂糖、食塩、炒め玉ねぎペースト、トマトペースト、カレー粉、ポークブイヨン、玉ねぎペーストなどが入っております。まあ至って普通のレトルトカレーだと思います。こんな感じですね。で、こちらが白米です。内容量は 100g なんですけど、熱湯を入れて仕上げると 260g に膨れ上がります。最高ですね。白米に関してはちょっとこっちは減るんですよね。 20g こっちが多いです。ルーがちょっと減ってご飯が多くなので、ちょっとルーが少なく感じるかもしれないです。気をつけて食べたいところです。ほんとこれだけですからね。この保冷バッグにね、こう入れて、これも入れて持ち運べはもう最高です。今度ね、山登った時これで食べようかななんて思ってます。これでね、簡単にカレーが食べられるぞってところをね、見せようと思います。この組み合わせですからね、ほんと最高ですよ。では実際に作っていきましょう。ちなみにこのご飯もアレルギー物質27品目不使用です。さすがの大西さんです。これだいぶ前に買ったんですけど、賞味期限が2025年10月ですからね、まだまだ先です。問題はここにカレーが入るかってところですね。あれはそういう専用ですからね。これでこの組み合わせはイレギュラーです。ではまず封を切ります。 OK、 きれいに開きました。あ、スプーンもちゃんとついてます。これ必要なかったな。ちょっとちっちゃいですけどね、まああるだけありがたいです。で、お米はこんな感じです。アルファ米です。炊き上げた後に一気に乾燥させます。また水分を与えるとね、1回入れます。ミイラーのような感じです。なんかね、これもサクサクして美味しそうなんですけどね、多分美味しくないです。ちょっと食べてみましょうか。まずくはない。味のないせんべいのような感じです。どうだろう、カレー入んかな。この中に、そうそう、忘れちゃいけないのが、この中にね、脱酸素剤が入ってます。まあ私は今のところね、出し忘れたことはないですけど、出し忘れちゃう人もいるんじゃないかなと思います。ありました。中に埋まってました。これです。ではいきます。中に注水栓があるので、そこまで入れます。お湯または水を袋内側の注水栓位置まで注ぎ、よくかき混ぜてください。袋のチャックを閉めて15分。お湯ね 160ml しか使わないんですよ。少ないお湯でね出来上がるのもありがたいです。水が貴重な時もあるかもしれない。では注ぎます。生き返れ生き返れ。お米を入れすぎたちょっと入れすぎたかな。よくかき混ぜるようです。うん、これぐらいでいいかな。そしたらチャックを閉めて15分待ちます。カレーセットの作り方に習ってね、これをひっつけて温めたいと思います。まああんまり温まりませんでしたけどね、まあ、多少温かい方がいいですからね。そんでもってこれです。これに入れればバチグーです。完璧なのではなかろうか。では15分後が楽しみです。では15分経ちました。というか15分以上経っちゃいました。こんな感じかな。こちらがカレーになります。まあちょっとあったかいかなって感じです。ではオープン。おお量多いな丼1杯分ぐらいあるでしょうか。最初ね、あ、ご飯硬いなと思うんですけど、ここにルーを注ぐと、あらまあもうカレーセットですよ。まあそれは前回のカレーライスセットですけどね。果たしてこれはどうなるのか。では入れます。器が必要ないっていうのもいいんですよね。うん、カレーの匂いが美味しそうだ。これぐらいだ。もう量的には申し分なしです。あとは味です。液状のカレーがね、硬いご飯にマッチするんですよね。よくかき混ぜた方がいいですね、これね。そこの方が白飯だけになっちゃうかもしれないです。といってもスプーンが短いので、そこまで突き刺せない。ただこのスプーンで食べたいところもある。非常に美味しそうです。ではいただいてみましょう。ずっしりと重いです。コンビニおにぎり3個4個結構ありそうです。ではいただきます。まあ悪くはないんですけど、やっぱりカレーはね濃い監修の方がいいかな。ちょっと味が薄いですね。やっぱりこのスプーンだと底の方をすくうの大変ですね。短くてどうしても中に指を突っ込むことになるんで、指にカレールーがついちゃいます。ごちそうさまでした。悪くはないですね。悪くはないですけど、やっぱりカレーセットのルーの方が美味しかった気がします。でもこれはこれでね、安く抑えられるんでありですね。ただやっぱりね、一度こっちを食べてみてもらいたいなと思います。このルー見てくださいよ。肉入ってそうですよね。入ってないんですよ。かつ味が濃くてね、美味しい。ということで今回オリシのご飯とね、クリコのカレー職人でこのカレーセットのようなものを作っていました。まあこれがね、緊急時に食べられるのはありがたいと思います。この中にね、ゴミを入れるっていうのもありだと思います。うわ、カレーついちゃった。